はい、えー、ということでお便り会でございます、はい、えー、じゃあ1個目いきますはいお願いします林さん岸本さん奥さんいつも楽しいラジオと動画の投稿ありがとうございます、はい、ありがとうございます、えー、お仕事の合間や寝る前に聞かせていただきクスクス笑って元気をいただいておりますあ嬉しい私あと申します今回は恥ずかしながら恋愛相談を聞いていただきた具を、えー、お手紙を書かせていただきましたえっ 最近ねちょくちょくまた来るようになりましたね、うん、今んところ全部解決してますからね、えー、そうね恋愛アドバイザーっていう、はい、実はね、えー、面を持ってるっていうのをうもうちょっと知ってほしいかないむしろあの恋愛アドバイザーから始まってますから僕らはいや、えー、それは嘘ですけどそですすいません <laughs> えと悩みというのは, <laughs> はい、はい、男性をどのように成長させるかですえというのも、うん 現在お付き合いをしている彼のお金への価値観について思うところがあるのですそれはずれがあるとダメだからねえー、そうなんですよね「うん、私は彼氏と都内にて同棲をしております」「同棲ね」はいはいえー「普段の生活費は同棲ということもあり、うん、家賃光熱費食費は折半ですしお金を贅沢に使ってはいないのですが、うん、彼は趣味の車につぎ込んでいます」うん、<と>車」 使うよねね、好きな人ってずっとやるもんねえ過去にいろいろと買い替え現在3台分のローンを毎月支払っている状態ですとえ, <laughs> え,えちょっと待ってえ三3台分だから乗り換えるじゃん、うん、でローン残ったまままた次乗り換えるじゃう、うんそうするとまたローン発生するわでしょけどえじゃあ過去の2台と現在の1台を払ってんのそう,のそう,そう毎月支払ってるってことわけわかんねえわね えー、そのため給料がその支払いに回り月にマイナスもしくはギリギリというところですと。いや、考えらんないな、えー。同棲直後にお金がないないという彼に、えー、言及しこの状況を知った私は自分の貯金を彼に渡しえ<っ>今すぐ全額支払ってきてと、えー、もうこんなことしないでと話し合いました。 いいい子じゃんごまねこさんねええーうん、実は私が小さい頃に父の会社が倒産して両親が離婚し、えー、その後大変な暮らしをしたため、はいえー、借金をして生活することが悲しかったのですと、えー、ちなみに彼にもお話はしました、うんえー、私は彼との結婚を考えており彼のローンは家族の借金に払ってる感覚で戻ってこなくてもいいと思って渡したお金でしたその後 また車にお金をかけてる彼の様子を見て変わってないなと思い<え>銀行の口座の管理を私がしてもいいかと提案してみましたあそれがいいよね、えー、いい提案だと思いますけどういい提案渋、えー、り機嫌が悪くなったのでなんでだよ <laughs> なんだこいつは本当に、えー、何かを隠しているなと思っていたのですが<う>案の定通帳を確認すると返したはずの消費者金融2社からお金が引き落とされていましたなんで 冷静にどうしてと聞くと、うん、ごめんなさい全額は返済せず生活費に回したと言いましたいやそれ言わんといかんやんうせしてんやったら <laughs> っていうかちょ何返済のために渡してるからねえちょっとよくわかんないんですけどここ <laughs> お小遣いじゃないからねえーえー、涙が溢れてきましたが、うん、ここで怒っても変わらないと思いそそうやないくらローンが残っているのかと聞くとわからないということでしたいや これあの、えー、一番は返すための、うん、いくら返せてないかっていうのまず確認することなのよね、うんうん、それができてない時でも返す気ないよ <laughs> これはでもねそ,その、えー、まあまあいいや確認すること、はい、報告すること、はい、そのお金は自分で返すことを約束しました、はい、えその直後は機嫌を損ねていた彼ですが数時間後に「ごめんなさい」といつも通りに接してきました えー、彼の信用がなくなると思うと周りの友人や家族には相談ができません、うん、素直に、えー、ダメなところがある人だなと思いますが、うん、彼も若くこのことだけでは縁を切ろうとは思ってはいません、うん、私としては悪いところも向き合って支えて問題を乗り越えたいと思っているのですが、うん、どのようにして彼のお金に対する使い方を変えれるか分からずにいます、うん、また自分のやり方が正しいのかも分からずにいます、はい えー、文章を書くとかうまくなく長文乱文を読みいただきありがとうございます、はい、何かアイデアやアドバイスございましたらご教授いただけませんでしょうかということでございますえー、すごい文章をまとまってますよむっちゃ,くちゃ、ね、読みやすかす読みやすいですし、えーま、これはでもあのすごい意見分かれると思う,う いろんなアドバイスになると思うなって。分かれろっていう人がいると思うしこうした方がいいよとかいろんな面で話がなんか出てきそうなんですけど、うんまあ、でも要約すると要約というかこの方が一番困ってるし聞きたいのはお金の価値観をどういうふうに変えるかってことだよね。うん、でまあ もっと言うと「成長させる」っていう表現してたけど、うん、まあ変える変えさせることは私はできるのかということですよね。はい、で彼女が今までやってきた行為は、うんえー、合っているのかというか、うん、間違っているのかというかということを聞きたいなという感じでございますが、はい、まずじゃあ林さんどう思いましたこの、うんえー、まず彼どうすればいいと思います 実はねうちの父親がねものすごい車好きなんですよへでその父親がもうある出来事きっかけに車全く興味なくなるんですよ今のってる車だけでいいみたいなそれを教えしますよそこ俺できないと思ってたとこだわ車好きを車興味がなくなるそうなんですよねそれできたらいいやすごいね好きな車があったんですよ父親はね乗りたい車があったんですよ乗りたい車を 買うたために働いてた、うん、当時ね、うん、ある時また自分の愛車乗ってね、はい、運転してたらあるあのねスクラップ工場、うん、スクラップ場を見たんですってスクラップ工場、うん、<laughs> 車をねグ、はい、シャンと潰す廃車にさせるっていう廃車を潰すか。うん だから鉄に変えるみたいもともとのあったんですけれどもそこ通った時に自分が本当に欲しくって仕事頑張ってこれ乗り換えようって言った車が廃車になったってそれがぺしゃんこんされる瞬間見たんですってその時にあこれって見た目は全部違うけれども潰しちゃったら一緒の鉄なんやって思ったみたいな鉄くずだよねなんだとあ俺は こんな鉄くずのために毎日働いて我慢して奥さんに母親にねうちの母親に怒られながらあの車買うてたんかって思ったらバカらしくなったんですってこの鉄くずのために俺は何時間何十時間何年かけてんだとアホらしいと思って車興味なくなったって話なんですよへえだからスクラップ工事を <laughs> 見学 <laughs> 見学行って 自分が本当に乗りたかった車もしくは今すぐお金かけてますっていう車をぺしゃんこ、う、に、ん、ね同じ同じ車をね、うん、同じその車ぺしゃんこにされるっていう瞬間を2人で見るっていうの、うん、<laughs> いいかもしれないですね、うん、鉄くずなんだっていうねでもちょっとわかるけどねその、うん、今まで価値があったものがもう、うん、その一気に興味なくなるそうなんですよっていうのは 一回自分の持ってるすごい興味あるよこれは価値があるんだっていうのを一回さらにしてあげるっていう <laughs> だからわ、うん、分かるよその価値観、うん、絶対だと思ってたものがクソだったみたいな価値観を植え付けることね、うん、新しいあともう寝てる時に見事にどんないい車でも走れて 6 0キロ7 0キロよって言ったら <laughs> まあ日本だとね同じよっていう速さを求めてるかは分かんないけど見た目とかちゃうかもしんないけど <laughs>、まあ、どんだけ出せれても7八8 0ロよっていうで言ってあげるとか <laughs> まあね、うん、変わんないから性能そんなってこれでもね、うん、僕の勝手な印象で話しちゃいますけど、はい、あなたの方法車うん とししてはいいいかもしれないですけど、うん、この人ね俺車ががななんんか問題じゃない気すするんですよ別にもお金使うよねうん結局車に興味がなくなって違うことに金使うとかになるかなっていう、うんうん、そうねこれね俺典型的なギャンブラー志向だと思った<あ>もう見てる感じで<きた> <laughs> 岸本流のやめ方を教えてあげてよじゃあその人に <laughs> 岸本さんか岸本流っていうか <laughs> いや俺とはその違うけど、うん、目が セブンのの時これもうすごいね一番この思想というかずっとリーチアイ似てるなって思ったのが自分の借金がもういくらだか把握できてないっていうところこれがすごいねいわゆるなんつうの借金ギャンブラーの典型例なのででも要は金の感覚が明らかにおかしくて。 いなんぼ借金があろうが、うん、今が楽しければいいっていう感じに近いから、うんうん、どうにかなると思ってるよねそうそうなめてるんですそ<う>でこの,あの彼女さんからお金を、うん、まあもらったに近いじゃん、うん、もらったに近いけどそれを、うん、その借金返済に回さずに、うん おそらくこれね合流したと思うんですて絶対遊んだと思うんで飲み行ったりとかあとパーツ買ったりとかね下手したら後輩におごってると思うんですそうだと思うぐらいもうだからねお金の管理をこの人はね俺生涯できることはないと思うからそうねまああの絶対に渡しちゃダメだと思う大金手に入れたらその分使うよなそうあのこれはもうね俺本質的なもので変えらんないと思うんですよ変えようと思え 無理だいやもうでも小遣い制だね、うん、この場合一緒に住んでいくっていうことになるならうちもそうなんだから車興味なくなったからお金全部預けたのよ母親<ー>にそれからもう小遣い制、うん、いやもうね、うん、それしかないの、ね、よそうそうそうこの人多分そうそうのそうそうそうそ、んね、うそ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 うとうそ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 うなうそううそ そ,考えのがそうそうそう,そう。そうそう。<laughs> え、ギャンブルやってた <laughs> <laughs> やってないよ。やってないけど、ただ僕も奥さんに。よければいいっていう考え食わしてもらった時期があったので、うん、先。紐、紐のね、うん、そうそうそう,そう。あ,ったからあのー、明日どころか1秒も見たくなかった時期があったから。そうそうそう。わかるのよ、気持ちがね。あのいやだからもうね、成長っていうよりかはもう、その、そういう。 性質の人だと思ってはい、はい、あのもうなんていうのかな信頼してお金預けるはもうやめた方がいいと思う,、うん、もう無理だから無理ねうんこの人は無理だタイプと認識した方がいいと思います、はい、それも個性なんでそういい悪いとかい別にいいとか悪いとかじゃない苦手なだけでね、うん、そうこれ直さなきゃいけないって思っちゃうから大変なんでだから大人の話ういうもんなの ピマン食えない人参食べれないと食べなくていいじゃんそれと一緒でお金も管理させなくていいの苦手なんだからだからこのタイプはめちゃくちゃ渋るし嫌がる抵抗抵抗をめちゃくちゃすると思うけどあとあの金を抜くそうそうあの財布から抜くから抜くぞそれも気をつけていただから財布の中にはお金入れなくてキャッシュレスにした方がいいわそうだねあのだからね もうとんでる思って結構ひでこと言ってるいや本当にそれぐらい盗ッ人と一緒にいるつもりで厳重に管理すれば多分大丈夫ですだから大好きなんですけどね大好きなんですってたまたま盗ッ人だったっていうだけでそれのいい悪いじゃないいい悪いじゃなくてそういうタイプだけなんでルパンじゃでもまあまあね もうそれがもうどうしても無理っていうんだったらもうねちょっと難しいと思いますよ、うん、そう思いますよその将来のこと考えてるってちゃんと言った方がいいしあともう前科あるからねうんそう前科あるからね、うん、ちょっと何回も許してたら多分,、うん多分 辛くなっちゃううと思ううね、うん、確かに確かにまあ別れろとは言わないですけど、うん、あと将来のこと言うと別れたくなるんで言わない方がいいと思う <laughs> そうですね面倒、うん、くさーってなって<う>で一人になってすごく後悔するから「そうだね、うん、ごめんなさい」って、うん、なんかちょっとうん 近しいいい人人結構いるからな将来こういう,人そう、ね、僕もだから夢だけ持ってお金全くない時期はあったので長い時間ね。時、うん、の奥さんに食わしてもらってたからそうですね。うん、でまあ片や俺はギャンブルで頭おかしくなってたわけですから、うんすね、まあまあそんなやつらが言ってるんだから。 そその人はうういタイプですよ21の時でしたからね21の時にの本当に全くお金なくってね奥さんに食わしてもらっててで働いた方がいいって言われてスーパーねその時住んでたところの近くのスーパー勤めた方がいいって言われてスーパー勤め行くのよまあまあねアルバイトでもした方がいいですよって言ってで面接行って面接でなんかあの。 ちょっと髪長かったんで、うん、耳を見えるぐらいまで切り揃えてくれたら「<ー>全然いつでも働いていいですよ」って言ったんですけど、うん、俺は「じゃあいいです」ってたって別にさ、うん、その挑発にこだわりがあったわけではない、うん、うでしょ、うん、面倒と思ってそんだけ別に奥さん食わしてくれてるくらいいいわ <laughs> でもまあそういう感じなんだろうなって思うけど今がよけりゃいいからでもそれって言っても僕は数年じゃないですよそんな数年食わしてもらったわけじゃないですよあそうなのうん数ヶ月数ヶ月食わしてもらって十分ですけどねまあね感謝してますよだからもう全部お金預けてるし俺は使うわけじゃないですけど僕はねまあねあのもうね人間はお金使い方下手な人と上手い人っても分かれるから分かれる分かれる だからあの、どっちかがうまければいいんで。そうそう、死に金超使うから使う人は。意味ないんだから。そう。そうなんです。なんで、じゃあ、そういうことで、お願いします。結論です。そうですね。はい。ええ、ね、じゃあ、もう一個行こうかな。はい。お願いします。きます。え探してほしい人がいます。恋愛じゃねえか。ことでございます。恋愛やりたかった。いや、いや、いいけど。はい。志さん、林さん、そして奥様、いかがお過ごしでしょうか。 えー、やっとポッドキャストの更新に追いついてまいりましたおますオカルトネーム梅干しと申しますおはようございます、えー、遅くなりましたがお便りワングランプリのお宝大変嬉しかったですと、はいえー、部屋の高いところに大きい目出ております <laughs>、えー、そして岸本さんの病床より復帰した後の痩せ具合にびっくりしたしたです <laughs> あ、ね、でもとても元気そうで安心いたしました何キロやったんでしたっけ10キロぐらいまあ8ロぐらいだねああすごいねキい10キロでやんきょしたらない,、えー、いやまあまあそこはちょっと気になるから <laughs> て、えー、さて これからお話しする内容は十数年ほど前に経験したものです、はいうん、まだ主人と付き合っていた頃、えー、県内のレジャーを楽しみながらリゾートホテルでお泊りした時のことです,いいです、ね、部屋で少しお酒を飲んだ後、うん、遊び疲れもあって2人ともすぐ眠りにつきました、うん、その時の夢の話ですうん、うん、私はどこか海外のカフェテラスにいました イメージとしてはフランスなどでしょうかうん、うん、え天気は曇りで少し小雨もぱらついています、うん、私は弟と待ち合わせしているところでした、うん、そこに少し小太りでコートを着たいかにも欧米のちょっと上品なおばさまという雰囲気の人が私に近づいてきました、うん、私がコーヒーを飲んでいる前を通り過ぎながら目線だけを合わせてきて一言伝えてきました○○、うん、過去弟の名前に伝えて「伝えて」 ラリエル・カーリアスは来ないと何そ,れそして私に話しかけているのがバレるとまずいのか逃げるように去っていきました、うん、そこではっと目が覚めこのメッセージを忘れてはいけないという使命感から、うん、酒も残ったフラフラな足取りでメモ用紙を探し、うん、走り書きしたところで睡魔に負けてぶっ倒れました、うん、翌朝実際にどこまで夢かわからなかったのですがガタガタな字でしっかりとメモが残っていましたへー 今まで見た夢の中でもメッセージ性が強いものでしたのでずっと心に残っています、うん、ネットなどで、えー、この名前を検索してみたのですがヒットせず、えー、弟は当時大学にいたので留学生などかもと思い聞いてみても知らないとのことでした、うん 以前ディスマンでしたかえー、同じ顔が多数の人の夢に出てくるという話がありましたよね,、うん、したねもしかしたら同じようにこのラリエルカーリアスという名を知っている人か、うん、他にもいるかもしれない、うん、トシボーイズのお二人も何か情報を持っているかもしれない、うん、と思い統合させていただきましたとえー、長くなりましたが読んでいただきありがとうございます、はい、えー、トシボーイズの二人は YouTube やマチブラなど多岐にわたりご活用 くされておりファンとしても嬉しいです。うん、あ,ありす。べ、えー、てを拝見できるようマイペースではありますが頑張ります。はい、えー。コロナ第二波第三波も可能性ありますので、えー、お気をつけください。ありがとうございます。いう内容でございました。有名、うんえー、の出来事なんですけど、うん、めちゃくちゃ印象深く、うん、そのラリエルカーリアス来ないと伝えろと、はい、いうことを言われて、うん、それをあのメモに。 これは絶対に忘れてはいけないということで走って書きしたという話なんですけどうん、うん、なんかちょっと面白いなと思って面白いなんか確かにリスマンみたいにさ、うん、この「ラリエル・カーリアス」っていうメッセージ他語聞いてたら面白いなと思ったんでね、うん、いたらねうん、うん、したらなんかあの話としてちょっと発展しそうだなと思ったんですよす、ね、あと「その人知ってるよ」とかね ラリエコブドリでフランスにいますよみたいなほんまにねそうそうコメディアンですみたいなねでもラリエル・カーリアスは来ない弟の名前知ってるんだよねおばちゃんが何かねそれもちょっと面白いなと思ったしこのパリとかかなおそらくパリとかだと思うんですけどフランスでラリエル・カーリアスってでもフランス人っぽくないけどね名前欧米人っぽいそうなんですね全然わかんないですそこら辺は。 っていう名前ね。うん、もしその他の方で聞いてる方とかでね、あのいらし知ってるとか聞いたことあるとかいう方いらっしゃったらちょっとぜひ送っていただけたら面白くなりそうだなという可能性があったので読ませていただきました。はい、夢ってさ、うん、あの記憶の整理とか思い出の整理をしているっていうじゃない。うんはい、だからなんか一人ごとを例えば、うん あの寝てる時に言った時に話ちゃけちゃいけないみたいな生理が狂っちゃうからみたいな話がそうしたりするじゃないもともと実は頭の中にある記憶であって思い出でラリアル・カーリアスは来ないっていうのがどこかでまあその体験の何かから来てる<う>とか漫画とか映画とかさ、うん、そういうところからの情報っていうのが頭の中で整理されていてそれがたまたま夢の中で、うんうん よく強く覚えている。まあね。うん、まあう要は意識的に記憶にあるものじゃない記憶というかさ、そのなんとなく見た記憶あるけど思い出せないみたいなもあるからね、うんうん。だからもしかしたら本当何のことない。 テレビで見た映画画ととか漫かフランス映画のワンシーンで全く同じのがあるかもしれないもんね、うん、そうだから映画すごい詳しい人とかねその漫画すごい詳しい人とかそれとかからもしかしたら来るかもしれないです情報が、うん、サスペンス映画でありそうだもんねありそうなんとかは来ないってこうんかスパイみたいなやつが言って逃げてくる様とかねありそうかありそうありそうで映画終わるっていう、ね、<laughs> どんな映画だよ <laughs>。<laughs> <laughs> うん、すげえなそれ、ねえー、面白いすごい面白いなと思ったんで読ませていただきました、うん、続けばいいですけどねこういうのがね、うん、あとじゃあもう一個行こうかなはい、はい、えー、いきますええトシボイズ」の皆様こんにちは,こんにちは以前岐阜県にある英才の、えーのえの内藤記念薬博物館をおすすめさせていただきました二人の不安と申します白の えそうですね、うん、え博物館も6月2日より開館となりましね、ぜひとも行ってみてください」とあるんですがす、はい、えさて今回トシュボーイズの皆様にぜひとも聞きたいことがありメールを送らせていただきました。というのは性的マイノリティとオカルトの関係についてご存知の範囲でいろいろ教えていただきたと思います、はい、と。言いますのも私同性愛者でありまして、うん、男性が好きな男性、うん、いわゆるゲイでございます。うん、はい ふと幽霊や妖怪はたまたユーマや異星人などゲイやレズビアンといった方はいるのかなと疑問に思いました、うんえー、幽霊は元人間だと思われること、うんえー、妖怪は人形なものが多く伝わっていることから性的マイノリティな存在もありそうな気がしますと、うんえー、その一方ユーマや異星人に関してはそもそも女性男性といった概念があるのでしょうか、うんえー、ただ女性がアブダクション後に妊娠させられ胎児が連れ去られたり、うん 異性が女性異性人と性行為を強制されたり、えー、またユーマー特にビッグフットなどは女性を連れ去ると聞いたことがあります、はい、どこまで本当なのか分かりませんがさすれば性の概念があると思われる以上ゲイやレズビアンという性的マイノリティの概念や存在があっても不思議ではないのかなと思いましたとえ、はい、長くなりましたがよろしくお願いいたします、はい、という、えー、ことでございますえー、まあ 性的マイノリティとまあオカルトにまつわる話何かないですかっていうことでね、はいうん、まずその幽霊とかにゲイやレズビアンっていう概念、うん、あんのかなっていうのはちょっと確かに思ったねこれ見た時にありますよあるんだありますあのー、男性と男性が手ー繋いで歩いてるっていう例を見たり人もいますから <laughs> だからあの同性愛者同士の例、うん、も見られてますし写真撮られてるか分かんないけど情報としてあるのはありますねああそうそう,うんあと僕が聞いた話ですけど山手線、うん、あるじゃないですか、うん、でえっと恵比寿の次って何でしたっけちょっと電車も通らないか分かんないですけど恵比寿の先あたりに出没するというの,の話を僕は駅員さんに聞いたんですけど痴漢、うん、男性に痴漢してくる男性の例が出るという。 <laughs> どういういこえその山手線の、うん、えその駅の近く、うん、だ恵比寿の先らへんえな電車ないでってこといやあのホームホームか、うん、あーホームねホームであの始発に近い5時、うんえー、ちょい過ぎぐらいなんですけど目黒五反田違うじゃあ目黒五反田も違う目黒五反田大崎品川大崎いや大崎品川大 うん下側で行かなかったのは五反田大崎あたりですね、うん、であそこって日中はすごい人乗るんですけど朝早い時間ってほんま乗らないんですよで、うん、渋谷あたりから人増えていくんですねたくさん乗るんですよで、まあ、大崎あたりって本当に人いないから朝並んでたとしてもほんまに数人なのよねシャツあたりってであのあたり、うん、<laughs> あのホーム待ってたらね、うん、ケツ触られるんですってな、うんやろうと思ってフッて見たら誰もいないみたいな、うん、こういうクレームがいくつか うんとでこれは僕が聞いた時にね、うん、あこれもしかしてあのケツ触ってくるゲイの痴漢幽霊じゃないかなと思ってなんでゲイなのそれでえ手が男性なんですって触ってご感とか触られた側の証言でってことかそう,うークレームというかこんなんありましたっていうのがうん,うん、うん ただいう同じじゃないかなと思ってて痴漢してくるゲイ幽霊しかも男性しかしてこないですよゲイかでもまあそれで言うなら五反田がもうまさに風俗街だからゲイの店とかもあるでしょうしニューハーフみたいなところもあるしそういう意味では生にまつわる街なんですよ五反田って。だからまあ あまあ、その辺であるっていうのはなんとなくまあまあ理由づけるならね,そうすねあるかなって思ったけどね、うん、あとあるえっ、ー、と議員さんの息子さんがいるんですけど、うん、その人から聞いた話なんですけどね、うん、その人があのお父さんの議員さんが若い時にフィリピン行ったんですって仕事で。うんうん、そのの時にフィリピンの結構いいホテルで寝てたら 上に乗っかってくるんです人がこれもしかして今でいうとこのハニートラップとかそんなんかなと思って怖かったんですってうわっと思ってぱ目開いたら透明あっち側が見える透けてるスケルトンニューハーフとそう今はすごい綺麗ですけどニューハーフ当時はわかるんですよニューハーフやっていうのがでニューハーフが上乗ってきてセックスした でもまあまあニューハーフかできるのかなと思ってちゃんとだからお尻なのかな俺はちょっと分かんないでもあの例と性行為するっていうのはあるじゃん話としてさまあ宇宙人もあるけどだからあってもおかしくはないよななんかそうですねまあそもそも肉体普通の ね、肉体同士でも、うん、まあ性行為できるわけだからね,ねじゃあ,あのスプライスっていう映画があるんですよスプライスエイドリアン・ブロディあの、うん、戦場のピアニストの、うん、あの人が主役で出てるスプライスっていう、うん、あんまりヒットしてない映画です、うん、知,知ってる人あんまりいないと思うんですけど、うん、スプライスっていう映画があるんですよそれっていうのが研究家の、まあ、マッドサイエンティストに近いのかなの夫婦がいるんですね、うんうん、その夫婦がある 未確認生命体の細胞を手に入れるんですよ、うん、これ宇宙だったかなちょっと覚えてないですけどあんまり、うん、だいぶ前の200223年とかの間かな、うん、なんですけどでその夫婦が、えー、その細胞を手に入れて研究していくんですけど、うん、結局最終的にねそのエイドリアン・ブロリーの奥さんの細胞を入れて人間とのハーフ作るんですよ、うん、未確認生命体の。うん、でどんどん成長していくんですね。うんうん 最初は細胞だったものがなんかちょっとねぬるっとしてなんかもういわゆるエイヤみたいなもうねがてるエイリスの話っぽいよねそ<う>今聞いてるだけどえっとポケモンでいうとこのミュウツーみたいな感じぬるっとしたちょっといやらしいエロティックな感じなるんですよ、うん、でそいつっていうのが徐々に要はお父さんお母さんと、えー、暮らしをねまあ、共にしていくことによって、うん、性も覚えていくのよ性的な欲求とかも出てくるのよ、うん、で お父さんをものに色仕掛けするのよ綺麗な体になってするっとしてでお父さんも「うわこいつむちゃくちゃべっぴんやな」ってなるんですよでもこんな気持ちを嫌じゃいけないっていうことでまあねよくない感じするよね突っぱねるんですね寄ってきても「ちょっと!」って言ってそしたら「あこいついけんかったわ」と思って次は女性じゃなくて男性的な体になってああなるほどね次は自分のお母さんをレイプするんですよ でちっちゃい頃にねまだその、はいえー、エイリアンというか、うん、ハーフのやつがねちっちゃい時にそのお母さんがその子にね「うん、あなたは見た目は違うかもしれないけれどもあなたの中に私はいるからね」って言ってたんですよ、うん、細胞を使ってたから,ら、はい、そのエイリアンが奥さん奥さんっていうかお母さんを犯す,す時に「うん 入れて「あなたの中に私はいますよ」って言葉を返すっていううわ名シーンがあるのよ大好きなんですすごいねそれそう「ここで生きてくるか!」っていう「あなたの中に私はいるよ」っていうずっと言ってくれてた言葉をその人に返すっていうそれ見てほしいわ長くなっちゃったけどそれがね本当にうまくできてんのよいやわかるわかるうんうんうん男女っていうのがどんどん入れ替わるっていうのとか要は地球外というか人間でないもののそういう性に対する 目覚めみたいなの見えたりとかすっごい面白かった俺はただ全然人気ねえあの映画ちょっとね知らんねえ知らない SF とかの SF じゃないかな DVD あんのかなこれは何で見たかな映画かなんかで見たのかなちょっとなんか興味あって見たんですけど面白かったじゃあそれいやいやわかんないなんかね そういうい系好きな人なら見られそうな感じです、うんすうん、見てくださいぜひぜひそういうことなんでデイ・ブレイカーと同じぐらいつまんないからいやわかんないそ,<う> <laughs> その面白くないものの例えを面白くない映画で出すのはちょっと分かんですけどねデイ・ブレイカーもスプライスもでも当時すごい批判されたれえー、とりあえずじゃあ結論としては、うん、まあ幽霊系もおそらくいるというか、うんうん、いう話はあると エイリアン系もいまますす話あり宇宙人寄りの方も話としてはあるってことですよね相手によって性別変えるからエイリアンもねこれそれは映画じゃないけど何かで聞いたことある情報としてありますよ普通にだからまあそうねマイノリティいるんじゃないですかいますということでございますはいえ2人のファンさんねということでございますんでございます スプライスス,スプライス見てみてください、はいはい、えー、いたら、はい、こんな感じではい、はい、ということでお便り、えー、たくさんありがとうございます 我々ですね、はい、ツイッターやっておりましてそちらの方に最新情報出得るようになっております。はい、ますえっ、ー、トシボイズとツイッター内検索していただければ出るかなと、はいえー、あとはブログもございましてそちらはトシミナティとかで検索すると出てきます、はい、そちらはポッドキャストにないやつはもう過去の全部聞けるようになっておりますので,そ,です、ね、そちらもお願いしますお願いします、えー、あとメールアドレスございます、はいえー ボーイズゼロニアットマーク G メールドットコ TOSHIBOYS ゼロニアットマーク G メールドットコになります、うんえー、こちらご意見ご要望、えー、お便りあとお仕事ご依頼など、えーうん、全部承っております、はいえー、皆さん最近すごい質のいいお便りが来ているい印象が最近あるのでオカルト寄りのものが結構多いす、ねうん、そうですね最近は、うん、なんでまあ 読みやすいですね非常や面白い本当とに全然でも恋愛相談とかそういうのもありなんで恋欲しいっすね全然そこは問題ない恋欲しいし謎の格闘家とかはもっと送ってきてほしいやっぱりねいいところでいいスパイスになるからやっぱり家いるからあれなんじゃないの子供たちに見られるとかうんそっかそっか何書いてんのっつって見られたらちょっとねうん 出ていかなきゃいけなくないちっちゃう赤鬼ちゃんも送ってこないしね <laughs> ライブレポートね、うん、独舌ライブレポート超下から見てる <laughs>、うん、とかねまあまあ、あのー、全然何でもお気軽に、うんえー、一応全部は目を通しておりますそうですね,、はい、ねということで、えー、あと YouTube ですね、はい、都市ボイズチャンネル、えー、やっておりますのでそちらもぜひ見てくださいお願いしますじゃあ閉めます 今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ。ありがとうした。